息子が帰ってこい、帰ってこい、仕事じゃなタイミングが悪かった。もうひたすら規制がかかるけっつってもうドタバタ逃げるような感じで走り回らんと。
あああったね。パンクせんかったけどよかったけど。10分ぐらい遅れとってくれたおかげで、なんとか多いから抜け出してこれて、せめて片方に、片方に止めてください。市議に言うとかな、市議に今年は動いてくれるけどね。選挙終わったら今度会った時言うとこ。でもあの杉山さんに言うとだよ、杉山さんに勝ちまくからのさ、要望としてさ、あこの時にあのだって班長がさ、あの交通の誘導で出られたじゃん。ようにあそこ入っていって、で後ろから普通車がついてきてバックしていくのをミラーで眺めて楽しみよって。笑える。はいどう。
ー